お疲れ様でございます。本日は10月25日朝6時になりましたけども、コイン月光見ていこうと思います。コイン月光にもね、この1週間大きな動きがありました。まずは上場コインがなんと1万5000になりましたね。おめでとうございます。取引所の数も少し増えて1140ということで、時価総額が370兆円にやっと戻ってまいりました。私の設定する暗号通貨の適正マーケットなんですけども、400兆円を軸にして、安い時で370兆円、高い時で430兆円というこの上下の60ピップス、こちらがレンジになってるわけなんですけども、60ピップスじゃないや60億円ね。今その最安値にやっと戻ってきたってところでございます。はい、ドミネーション、ビットコインが 55% を超える驚異的なドミネーション、イーサリアムも 12.5% ということでございます。で、個別銘柄入っていきますと、ビットコインが圧倒的です。1000万円を超えて、しばらくこの1000万円は割らないと思います。そしてイーサリアムは伸び悩んでるわけですよ。40万円にもなってないですからね。まだまだちょっとイーサリアムには伸びてもらいたいなってところですね。これもね、あのエアドロップがどんどん進むとイーサリアムもどんどん活用されていくと思いますので、そこをね、エアドロップ投資と合わせて解説していこうと思います。さあ次です。リップルね、やっぱりどれだけ暗号通貨が全体的に伸びようと落ちようと、リップルは独自のこの価格帯を進んでるでしょ。で、カルダノも徐々に独自の通貨帯、これを洗うことになりますね。まあ50数円っていうところがなかなかね、変わらないなってところです。柴犬、またまた値段が上がって 0.003 円になろうとしております。まあ柴犬もいいでしょうね。はい、という形でね、元気を取り戻しつつある暗号通貨でございますけども、やりすぎは禁物です。今回はね、このコイン月光の価格帯、時価総額370兆円ということと、上場通貨が1万5000円になったこと、こちらの方をお話してきたわけですけども、いやでもね、実際はね、このエアドロップ投資っていう世界がこの暗号通貨アルトコインの業界をぐいっと広げると思いますよ。エアドロップ投資、こちらの方にね、これから軸を移していろいろと情報発信していこうと思います。皆さんお付き合いよろしくお願いします。まだ専門用語の解説にとどめてますんで、エアドロップ投資に経験に参加しないでくださいね。まだまだリスクは私たち判断できてないと思います。それではお疲れ様です。